どうも皆さん、おはこんばんにちは、あそうです。今日は、コラボ企画を撮影するために方南町まで来ております。まあ僕の YouTube チャンネルをねご覧になられている方々は、まあきっと水泳愛好家の方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、水泳愛好家の方でコラボ企画で、まあ、方南町といえば、まあもう皆さんなんとなくイメージがついてるんじゃないかなと思います。はい、今、まあ、現場に向かってね移動中です。では行ってみましょう。はい、というわけで、プールにお邪魔しております。まあ、ここの背景だと多分ね、皆さん大体どの方とコラボレーションするかっていうのはもう分かるんじゃないかなと思うんですが、本日は、魚マンさんにお世話になりに来ました。魚マンさん、よろしくお願いします。来たか、俺が来たの。僕はいつも言うんです。来てもらいました。はい、ありがとうございます。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしてました。ありがとうございます。はい、はい、いろんな背泳ぎをやりましょう。いろんな背泳ぎ、はい、わかりました、はい、なんか、どれが当たるかわかんないですからね。あー、なるほどなるほど。はい、はい、ひとまず、なんかこう、泳いでもらって、はい、なんか、泳ぎの中で、どういうふうにしていこうかなって、うんうん、思ってるんで、はい、はい、大体こうかな、ああかなっていうのが、大体外れてるんで僕言いますね。はい、今日もそんな予感がします。はい、まあ、今日の趣旨なんですけど、まあ、僕4つの種目の中で背泳ぎが一番苦手なんですよね。で、まあ、この間マスターズのレースで 100m の個人メドレーを泳いだ時にやっぱり背泳ぎがネックなので、まあ、初心者の人に教えるのは僕は結構得意なんですよ。はい、ただ背泳ぎを早く泳ぐってなるとあんまり得意じゃないので、まあ、そこを、まあ、持ちは持ちやということで、はい、背泳ぎ専門の方にこう教わって自分自身もね向上していこうと思います。ではよろしくお願いします。じゃあプール移動しまーす。はい、というわけでプール移動してきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はまずどういう感じで、はい、とりあえず、背泳ぎを、25メートルを4本まずは泳いでいきましょう。はい、で1本ずつディフェンディング上げていくような形で、はい、泳いでいきます。でその後に、はい、まあ、そこの中で泳ぎを見て、で、どういった形を作っていくかっていうのをちょっと判断しつつで、まあ、いろいろとやっていって、でまた最後に泳ぎますので、よろしくお願いします。ちょっと待っててください。持ち寄せちゃった。はい、行きます。はい。17秒5です。ただ、
僕がいつもやってる右手右足に対してはそれよりはちょっと逆の動きになってるかもしれない。5秒前あれ行きましょう。4、はい、個人的にはすごくプッシュをした時のプッシュした後の手の位置ってすごく重要だと思って、はい、あとキャッチをした時のアドムの動画でも上げてたと思うんですけど、自分の肩より手のひらが上に来たりとかいう、ちゃんとこう水を押せてる位置っていうのが手のひらっていうのがどこにあるかっていうのがすごく重要なんだけど、そこに入るまでの位置とそのプッシュの位置っていうのが非常に重要だと思うので、まずはここの2点をやりたいんですけど、まずキャッチからプッシュから、はい、気をつけをちょっとしてもらって、ちょっと中入る、はい、こういう状態で気をつけをしてもらって、はい、この状態で最後のプッシュが入る。どうしてもプッシュってなるとこういう形になりやすいんですよね。でそのまま上がってくるので肩だけが上がりやすいんですけど、本来は肩甲骨がこう下がった状態で上に上がってくる。上がるから上がる、はい、こういうイメージを持ってもらえると、最後までその押したところが最後まで肩甲骨を使えてなおかつリカバリーができるので、はいはい、そういった形がまず取れるといいなというところがまず一つなので、うん、これが今はこの外に引っ張ってるんですけど、あとは自分の体の近くに見せるように引っ張ってやる。ああ、さすが。こういう動作の確認が早いんですよ。ちょっと今手が外に行っていたので、自分の体に乗せるようにしてもらっています。ありがとうございます。結局プッシュとキャッチの時にどういうキック、どの位置でキックが入っているか、クロールにもそうだと思います。いわゆるバックの着面とプッシュの着面のスピードが出るので、そこにどういうふうにキックを合わせていくかっていうので、これはもう背負いでも必要なので、今のプッシュのところと足のボールを、あとは次はキャッチのところに合わせた手の動きをしていこうと思います。先ほど言ってたのが、そのキャッチを入れるときに足が上がるっていう話をしていたので、この動作をしながら、で左手で今と同じようにプッシュのこうなんバランスを取りながらでちょっとやってきたらやってみてください。でその状態のまま手を上げたときに足を上げるように、上げるように、上げるように、うん、というような感じで、ちょっとキャッチの位置を確認してみましょう。じゃあちょっと左手も行きましょう。はい、背中が水平側だとしても水平の方に手のひらがちょっと向いてしまっているので、はい、できればこれが足元に向くように、うん、足元に向くように使えるので、はいはい、手のひらの向きちょっと注意するのがちょっと左手に向きます、はい、ああそう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 、このまま手を入れたところ、先ほどと動きはほぼ一緒なんですけど、手を入れる、足を伸ばす、これを一緒にしてください。これだけ、戻り右手が左足をちょっとこう伸ばすように、うん、
動きとしては体が伸びるんではなく、こうローリングに合わせてこの手が水の中に入る、はい、足が、そのままダウンキックで水の中に入るっていう、こういう動きだから、こういう風に動かれてる、はい、こういう風に動かれてる、うん、ちょっとこれを右左に行ったんですよ。はい、はい、背泳ぎの、片手回しでいいんですけれども、しっかりと足の位置気をつけながら、今ちょっとキックとスプーンのタイミングを合わせて骨盤の位置が
結果的に安定するようになったんですけど、ちょっと僕としては、手を入れる位置がすごくこう狭いんじゃないかな、肩と同じぐらいなんじゃないかな、だからちょっと音が鳴ってしまうのも気になるので、そこをアプローチしたいと思います。そう言ってもらえるのは嬉しい。
キックの位置もだいぶ高くなってきたので、そのキックを少し細かくすること可能性、ちょっと細かくしながら、ただここの伸びてるところ、伸びてるところはいいです、大きくキック位置、でも手回してる間はあまり大きくしないように注意しながら、あと2本、はい、ではどうぞ。はい、じゃあ4本目いきましょう。どうぞ。右手が今ちょっとずつ内側に入ってきた。そこは少し注意した方がいい。あ、この位置に来る方がいいです。うん、すごくいい位置になったと思います。戻ってくるときにもう少しお話ししてきます。いいですね、今のいいですよ。いいっすね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと一度向こうまで戻して、流して最後また4本、はい、リセンティングいきます。新鮮です。あ、本当ですか。よかったです。自分まで感じたことない。ああ、はい、大学生ぐらいの時にな、分かってればな。個人メドレーはもうちょっとまともだったかもしれない。個人メドレーだったね。そうなんですよ、そう、うん、まあでもこの、そうね、この感じはなんか巡り巡ってクロールでもなんかいい影響を与えそうな感じ。うんうん、まあ、基本クロールと背泳ぎは動作がほぼ一緒ですね。なんかすごい動かしてる感じ。じゃあ、ロケでこれから。はい、シャー、すごい、胸まで使うんですよ。16秒9です。それはやばい気がしますね。すごい、もうボディコンディションすごい高い。2000
あ、5秒待ってたの？5秒待ってた。4枚です。はい。タイムで分かってもらえる通り、明らかに良くなってるのが体感ベースですごいあったんで、はい、ありがとうございました。あ、いえ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 、僕もやってて楽しかったです。ありがとうございました。はいはい、なんかポカポカしてます、肩甲骨周りが。あ、いいっすね。なんか肩甲骨の、僕背泳ぎって結構肩甲骨のこの内側、この内側とこの内側、この辺りからだんだんここが潰れてきて、でちょっと前に行きますか。で、潰れてきてお腹に来るみたいなイメージです。ここからこう来るような形で、しっかりと力が入ってるとすごく水を押せるっていう感覚につながってくると思うし、はいはいはい、その動きに合わせるためにはキックとそのキャッチの位置だったり、はいはい、キックとプッシュのタイミングだったりとか、そういったところはすごく大事になると、あとは途中そのローリングしない時間帯、そのしない時間でいかに水をしっかりと押せるような形が取れるかっていうのは背泳ぎは重要なんじゃないかなと思うので、はい、そうするとこの辺りからねどん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 来ますので、ぜひやっていただけたらなと思います、はい、なんか本当に生まれて初めてぐらいの勢いで背泳ぎ進むじゃんってちょっと思いました。はい、なのでもう皆さんぜひ背泳ぎ上手になりたいよっていう人は、はい、魚間さんのところに行っていただければ、はい、一撃だと思うんで、はい、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。また僕のチャンネルの方でも麻生くんが非常に楽しくなってるので見てください。はい、いやありがとうございました。いやありがとうございました。今日本当にお世話になりました。いえいえ、こちらこそ、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。では、また次のエピソードでお会いしましょう。Bye.